え、じいじいチンしたら心がちょっと お弁当食べる、とりあえず食べよう。よし、ジョジョ園弁当です。ジョジョ園弁当を鈴木拓さんが差し入れてくださったので今から食べたいと思います。美味しそう。最近、昨日もご飯食べる配信したのに今日ももういいや、まあいいけど、全然いいけど。嬉しい、お弁当。その後、今日はね、そう、ツアーが終わった後にそう、ケーキをね、そう、アンド系の方々が用意してくださってて、ケーキをいただきました。めっちゃ可愛いの、見たい見たい見たい。持って帰ってきたのであるんですけど、見たいです。ちょっと待って、ちょっと予知もう始まってる。あとね、セタリミート曲で私は作業ツインテールしました。だからこれツインテール、ベレー帽の衣装がね、今回は2着あったので、オープニングとミートベレー帽だったから、もう前半ほぼベレー帽ずっとつけてたから高めのツインできなくて低いツインなんですけど前半ずっとベレボだったな、今思えばあ、そう、あと涙の少年もあったね、オープニングブロックでね、千年桜からの涙の少年、エリナちゃんが選んでくれたんですよ、メンバーに。嬉しい ツインテールもエリナちゃんが選んでくれたみたいだ。そう、え、めっちゃ久しぶりに踊ったのね、ミカワ以来。ミカワ以来踊ってなかったの、ずっと機会がなくて。普通に踊れて嬉しかったしかもセンターで踊らせてもらった、嬉しい。でも楽しみだったの、だからめっちゃ久しぶりになるから、何人だ7人バージョン、ごめん、まあ、初めてだったから、そう、で新メンバーって私と、そう、楽しかったみんなツインテールしててみんな可愛かったぶりにあの衣装も着れて嬉しかったな、普通に、なんかね、本当に嬉しかった。
アンコールは長い光、そうエリナちゃんのソロから始まるのめっちゃいいよねあれ。と長い光やって寝言の持ち腐れと、なんだっけ、27素敵街や約束よ、約束よいい曲だよね、歌詞がめっちゃいい。だから昨日から離れそう、ツインテール踊るからツインテールしようと思ってた。何するのって言われて、イレちゃんに髪の方前にね、昨日じゃなくてレッスン期間中に聞かれて、ツインテールするのって聞かれたから、ツインテールしますって言ったら喜んでたそう、懸命が通じ、あ、そうそうそうなの、そうそうなんですよ、気づきました、気づいたよね、なんか47の懸命の順番がね、つながり回った順で、そういつもとはちょっと違うバージョンだった感想の。美味しい、これ楽しかった楽しかった、スケモネめっちゃヨッとしてるよね。美味しいこれ。なんだろうこれ、よくわかんないけど。美味しい、つけます。ジュジェンヌ、そうジュジェンヌのやつ。めっちゃ美味しい、横についてるさ漬物みたいなやつも全部美味しいんだけど、全部美味しい、気になるの？なんだ？さっき食べてたのは白菜かな、漬物美味しい。あとで見なきゃ配信。単独の。ひな子が出るんですよ。見るねって言っちゃったから。美味しい嬉しい、おめでとう、ジュジュエン。まあ、5月だよね。4月も食べたから、月1で食べてる。幸せだね。先月も。
マジ無理学園の時ね。そう。ゆいゆい、りんりん、りんちゃん、なるちゃんの3人が差し入れてくれて。月一やばい。夜ご飯だねこれ。お昼ご飯のつもりだったのよな。気づいたな。こんな時間だった。あ、そう、エイトの日もね発表された。場所はまだ発表されてないんですけど、開催されるの、そう、楽しみ。嬉しいよ、エイトの日。どこだろうね。それはモンブラン朝食べたの。朝食べちゃった。朝ごはんで食べるっていう。パンとモンブランスープも食べてね。デザートにモンブラン食べた。今日めっちゃ早起きだったんですよね。今日6時頃に起きて、寝起きでそれを食べるっていう。かなりヘビー。モンブラン寝起きで食べた。なんか朝から普通にさ、揚げ物とかさ、カレーとかちょっと重ためのもの普通に食べちゃう人なんだよね。普通にさ、普通に、うん、ポテト食べてる時もあった、朝ごはんに。なんか揚げ物とか他の普通に食べちゃう。なんか、うん、寝起きで起きてすぐ朝ごはん食べるのね。普通になんかいけちゃう人。なんかさ、ホテルのさ朝食バイキングみたいになるじゃん。ああいうのカレーってさ置いてあるとこ多いじゃん。なんか取っちゃうカレー。なんかホテルのカレーって美味しいの？美味しいの。食べたくなるんだよね。かなりな確率で取る。置いてあったら、うん、取っちゃうな。朝。全然気にしない。朝だからとか全然。朝からがっつりいっちゃう。いつも。なんかめっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかいんだけど、これ。さすがジュジュ。今日は電子レンジで温めた。いつもめんどくさくて温めないよね。今日は温めた。これさ、取り外せるからさ、この漬物とかが、この弁当。普通の弁当だったら自分で抜けなきゃいけないから、箸とかで。めんどくさいから電子レンジで温めないんだけど、そう、今日温めた。美味しい。私は行ったことないと思う。行ったことない人の焼き肉。なんかお弁当と、なんかそのお弁当売ってるところがあって、お弁なんていうの、イートイン、店内食べるやつだけどお弁当みたいな感じで出てくるところがあって、普通の焼き肉みたいな感じじゃなくて、そこで1回だけかな食べたことある。
通に食べに行ったことない。あ、そうそう、フードコート的なやつ、そうそう、それそれで見て10円だと思って、そう何回か見てたかな、メンバーって言ったのが誰か覚えてないよ、全然覚えてない、めっちゃ前すぎて、1回だけやみたいな、それ美味しかった、うん、食べに行ったことは一度もないです。どこにあるとか全く知らない。オーベルジーヌのカレー、あれ美味しいよね、大好き、あのカレー、いつも何種類か置いてくださってるんだけど、なんかチキンカレーとかさ、大体選ぶのはチーズか、いや海鮮かな、なんかその感じのやつ、大体チーズ選ぶ。チーズの中辛、甘口と中辛出て置いてあるのね、だから中辛選ぶ、美味しい、結構辛い、美味しいよ、じゃがいも、あー、じゃがいもも美味しいの、そう、じゃがいもがついてるのね、あれついてないのもあるけど、ついてるのもあった、めっちゃ美味しい、なんだろうね、美味しい。バターかな、甘がりがついててそれつけて食べるんだけど美味しい、夜ご飯早い、そう本当はお昼ご飯のつもりだったんですけど、この時間になっちゃった、コンサート前はね、食べる時間なくて、あ、もうお腹空いてなかったよね、なんかもう朝そんながっつり食べちゃったからさ、そう、終わったら食べようと思って、お昼ご飯食べようと思って、したら夜になっちゃった、びっくり、あ、おいしいな、ヒートニングネクトリ、ネクトリあったの？知らない。あ、でもひーちゃん食べてたね、確かに。わかんない。買ってきたのかもね。ひーちゃんとでもあんま話せてない。緊張しちゃう。話したいな。ひなこはもうすごいからさ。コミュ力やばいから、めっちゃ話してた、普通に。びっくり。そう、ゆうなちゃんと、ゆうなちゃんと仲いいじゃん、なんかめっちゃ仲いいのね、ゆうなちゃんとか話したのと、チーム B だから、多分チーム B で仲良くなって、めっちゃ仲良くなっててね、でゆうなちゃんとかなみちゃんとかが、そう、はいちゃんと仲いいから、それで一緒に話してて、めっちゃ仲良くなってた、すごい、ひなこ天国野郎見ました、衣装、ひなこの衣装めっちゃ似合ってたんだけど、あ、ご飯出ちゃった、お弁当の中に、
幼稚園の幼稚園児連泊着てためっちゃ似合ってると思って似合ってた今日は幼稚園だからツインテールにしたんだって言ってた可愛い だからね、髪型お揃いだった変なことをするしかったね。あのさ、今日発表されたやつなんだっけ、ホラー映画のやつ、ちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、あれめっちゃなんか気になるんだけど、え、怖そう、面白そう気になる。あ、でも絶対一人では見れないけど、絶対見れないけど誰かとひな子連れてみようか普通に面白そうなんだけど、こないださ事故物件見たのね、それだからなんか見たいって思っちゃって、しかも大島てるさんってあれなの、そのなんか事故物件のやつとかいろいろこうサイトでまとめたりしてる方だよね、だからさ、余計気になっちゃうんだけどちょっと気になっちゃう。一人で見るのはさすがに怖くない？あれ一人で部屋とかで見るわけじゃん、しかも事故物件ってことでしょ、大島てるさんだから怖っ一人だったら無理かもね、事故物件なのか分かんないけどそうなのかなと思ってた、大島てるさんだから、ちょっと見たら、キーナホラー映画好きらしいよイメージないんだけど、なんならお化け屋敷も好きらしい めっちゃおいしい、めちゃめちゃおいしい、でもなんかお肉がめっちゃ柔らかい、美味しい、なんかめっちゃ水飲んじゃうんだけど、なんでだろう、喉乾いちゃう、チームメイトってカップ麺、いやもうね、チームメイトに差し入れしてくださったんですよ、鈴木拓さんが優しい、食べてんのか、
なんか減らない。でもね、それもお腹空いてたから食べた。なんか昼より兼用だから、なんかお腹空いたら。でもケーキも食べないといけないんだ、今日中に。もう絶対今日中じゃないとやばいじゃん、あの県に。だから食べる。美味しい。6時までに終わった方がいいかな、これみんな見たいよね、単独のコンサート。6時に終わった方がいいと思う？どう思う？あと6分なんだけど。実況できるかな、こっちで。わかんない、実況配信するか。じゃあ普通にやっちゃおう、大丈夫そうだから。もしあれだったらショールーム、私のショールーム見るのやめて、いつなライブの方ぜひ見てください。単独コンサートが6時から18時から始まるので、ぜひ。私はその時間になったらイヤホンしてみよう。ちょっとイヤホンあるっけな。よいしょ、お母さんがイヤホンくれたの、これ。お母さんがね、iPhone にしたんですけど、その時に、もう使わないからあげるって言ってくれた。私はね、イヤホンなくしちゃったんですよね、レッスン上で。だから、持ってなくて、有線のやつ。くれた。うん、なくさないようにしなきゃ。某教師さんから前代未聞的。え、何？え、どういうこと？どういうこと？前代未聞？何が？メッセージカード、直筆。え、そうだよ。メッセージカード、いっぱい書いた。皆さん、誰のもらいましたか？メッセージカード、退場時に配られたんですけど、そこさっと来てくださった。あ、中身はセトリがってこと？私でもセトリそんな知らないのね。あのセトリはそう見ようと思えば見れるんだけど、覚えてないって。やる曲何曲かは知ってるけど、ちゃんと覚えてないから。うん、知らない。知ってるのは知ってるけど知らない。普通に覚えてないだけ。みんな、これ、ゆいゆいとか、ひなこ、はまちゃん、みつおちゃん、りんちゃん、そら、りらちゃん。私のもらった方、いるのかな？私もいっぱい書いた。うん、いる。私の、ゲットしたよって。ぜひ。大事にしてください。あ、もうそろそろ始まるな。開いとこうかな。17ライブだよね。また
アプリダウンロードしてないかな。アプリダウンロードしなきゃなんだよね。ダウンロードしますね今から。17ライブ、あ、ん、あ、出た出た。間に合うよね。あと1分ぐらいしかないけど。Wi-Fi 環境 OK。繋いでる。前回じゃない。けど間に合うか。ぜひ、17ライブ見に行く方は見に行っていただいて全然構わないので、ぜひ見に行ってください。もう絶対可愛いもん、みんな。ぜひ見て、単独。間に合うかな。ダウンロードしてないの気づいて今ダウンロードしてるんだよ。目がめっちゃ濃いから気をつけて。え、だって始まった？うん、やばい。今やっと4分の1、ダウンロードのやつ間に合わないな。諦めよう。終わんない。美味しいね。ジュジュインってさ、漬物でも美味しい。漬物でもだよ。漬物も美味しいんだけど、なんかめちゃめちゃ美味しい。私全然終わんないな。今おばあちゃん。全部して、それ。これ、なんか。幸せ。全部食べちゃう。なんか、最近の弁当。全部しすぎて、全部食べちゃうんだよね。ほぼ完食しちゃう。美味しいな。仕方ない。うん、あ、できたできた。まだ1分だ。来るかな。28曲ノンストップ、そうなんですよ、ノンストップの方は聞いてた。ん、画面があれだな、ちょっと待ってね、うまく見れない。あ、始まった。横にできるかな。あ、かわいい、かわいい。ヒーナ探そう。ちょっと置きます。かっこいい、ラナさん。あ、携帯。おんちゃん、あ、なるちゃん
すごい。あ、開けてが。すごい。めっちゃ映像が綺麗ですね。オープニングルックで、お、トムさんだ。あ、これダイヤモンド今してる。かわいい、みんなかわいい。ね、ひなこ、あ、イリナちゃんいる。もぎさんだ。もぎさんの髪色めっちゃ綺麗だよね。紫みたいな感じの色。大家さん。え、かわいい。あ、マリアちゃんいる。ひなこ映んないかな。ひなこのやるユニットかな、なんか知ってるんですけど、めちゃめちゃ楽しみなの。今は大声でアムロしてる。かわいい。次は何だろう、サステナブル。ルンバちゃんいた。え、ひなこいた。いたよ、今後ろに映った。後ろ、え、後ろ？いない、勝ったわ、ごめん。あ、え、いた。かわいい、ひなこ。あ、ぴょんちゃん。かわいい。かわいい。ひなこいた、今。ポニーテールかな？してた。めっちゃ怖いんだけど。ぴょんちゃんもかわいかった。かわいい。懐かしい、この曲。最近踊ってないかあれだけど。いつだっけな、踊った。かわいいよね、振りが。
もうひな子見つけれて満足。満足するな。でもよかった、見れて。で、見れるか分かんなかったんだよ。でも見れたからよかった。映像くれてるやん。ちょっとタイムラグで。音楽は普通に聞こえるけど。可愛い終わり方、いいよねこれ終わり方。え、なんかいい終わり方。あ、ずっと、え、ずっとか、え、ずっとって言った後にさ、ずっとずっとだって歌詞じゃないわ、間違った。歌詞でずっとって言った後にずっとずっと踊るって、え、なんかいいねこの。映んないかな、ひな子映りそう。ハータンかわいい、ゼットオハンズかわいい。あの伝説の魚で一列になった時、千手観音みたいな、あの時実は目の前にいるんですけど、ハータンが、あ、待って、いるんだけどね、そう、かわいいなと思ってた。な、顔好き。あとめっちゃ面白くない？可愛い、顔が好きです、面白いし。うん、お話ししたことはないんですよ、うん、ちゃんと話したことはない、面白い。ツイッターとかめっちゃ面白いよね。見ちゃう。なんだろう、うん、本店作る。卒コンでもやった。いいよねこの曲。かわいい振り、大渋滞のとこの振りかわいくない？一人がさ、当たってる人の振り、あ、一人が頭を押さえて、歌ってる人が頭を押さえてるのかな、歌ってない人がこうやってやってるの。かわいくない？好き、そこの振り。そう、私はそこの振りしてないんだけど、違う振りをしてるんだけど、ちょっとこの時とかね、それ全員で踊った時は。かわいいその振り。あと倒れる振りも好き。
ちょっと待ってた。なんだろうこれ。おいしい。なんかめっちゃめっちゃ時間かけてお弁当食べちゃった。おいしい。ね、全部食べちゃった。ラメント。本当に全部、ご飯も全部食べた。漬物も全部食べちゃった。今のあんずじゃない、なんだっけ、なんて言うんだろう、あるの、なんかおせちとかに入ってるやつ。名前がわかんない。面白い。私が全部食べたらみんな褒めてくれるの面白いんだけど。全部食べて偉いねみたいな。なんかあれみたい、なんかなんか保護者。全部食べたのみたいな、偉いねみたいな。ゆきちゃん、ゆきちゃんゆきちゃんもそんな感じ。あー止まっちゃう。あー止まっちゃう。映像まだ法定速度踊ってる。かわいい。あ、ゆうゆうで止まっちゃった。音は流れてるんだけど、次の曲いってるんだけど。見てる人が多いんだ、すごい。見てる人多いから回線がちょっと悪い。すごいね。音声だけ聞いてるよ。そう、多分チーム A の曲ですね。チーム曲ですね。ね、この曲普通に好きなんだけど。この曲なんか普通になんかいいよ、ね、なんだろう、なんか前いつだっけ、なんか見た時にめっちゃかっこいいと思ったの。劇場周年とかのやつかな、なんかチーム A がしてるのって、しゃっくりしちゃったさっき。かっこいいと思ったんだけど、映像止まっちゃった。ちょっと音だけしか聞こえないからめっちゃ見た。見て、食べた後だからみたいな、これついてるのめっちゃ嬉しい。食べちゃおう、どこにも行くわけではないけど、今からコンサートに出るわけでもないけど食べちゃおう。美味しい、これこれも美味しい、グレープ味。
動いてる。次の曲いっちゃって。美味しかった。たくさん、鈴木たくさん、ありがとうございました。美味しかったです。全部食べました。浮いてる。ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかった。幸せ。美味しかった。自炊弁当。あとで、あ、そうだ、私ツイッター書かなきゃな。神奈川ツアーの終わったやつみたいな、終わりましたみたいな。それで写真ちゃんと撮ったから、その写真載せよう。かっこいい。待って、めっちゃかっこいい。けい、小宮山チーム系ぶちかましていくぞ。だってね、かっこいいんだけど、ちょっと、あ、間違っちゃった、閉じちゃった。ね、かっこいい。あ、エリナちゃん言うじゃん。ねえねえ、めっちゃかっこいい。あ、ぴゅんちゃん、あ、うちだ。ねえ、かっこいいね、これ。めっちゃかっこいい、この曲。かっこいい。 いや、とりあえず、どうしようかな。 K が終わったらランキング読もうかな。見たい、普通に。え、かっこいい、今飛び降りたの。かっこいい。スクテンしてたよね、スクテンしてたよね、今。じゃん、じゃんだん映像送られてきた。見てる人が多い。かっこいい。やばい、なんかめっちゃ映像が遅れてきちゃうね。音はあれだけど。かわいいな、ぴょんちゃんツインテール似合うな、ほんと。お昼のハーフセも可愛かったけど。あ、リセット、あ、リセットじゃない、終わっちゃった。スカイバンドリードリセットって言っちゃった。間違ってリセットって言っちゃった。なんで間違ったんだ。やばい、端末が熱くなってきたな。間違えた。
大丈夫かな携帯間違ったイベントじゃないスカップ&ビルドです。えすごいこの曲 K でよくやるイメージがある。そうでもやったしね。森さんの髪かっこいい。かっこいいよね。めっちゃ似合うあの色。あのなんか紫なのかな、紫みたいなピンクみたいな、めっちゃ可愛い。似合う、意味似てる確かになんか似てるわ若干。あ、ぴょんちゃん歌ってた今。ちょっと音が、映像が遅れてるかわかんないけど、ぴょんちゃんの声だった。ぴょんちゃんの声からしたのか。でも映像変えてるからわかんない。あ、今歌ってた？ぴょんちゃん、ぴょんちゃんの声がすごい自分でのとこ。映像が遅れてるからわかんないけど、すごい難しそう。スクラップ&ビルドの両手バージョン、片手でしかやったことない。いつもマイク持ってやるから片手でしか、両手バージョン。今回ヘッドセットだからさ。さっきぴょんちゃん何の歌ってた。やばいやばい、じゃあ当てる能力があるかもしれない当たっちゃったやばい、ちょっと天才かも気持ちた気づいたら、気づいたらもう歌ってるなって言っちゃったキリンさんが喋ってる。あ、キリンさんじゃないかな、わかんない。あ、違う、キリンさんだと思った。もう映像がまだチーム K なんだ送られて、送られてじゃん、遅れてる、遅れ、佐藤さんだった、似てた最初。ひなこちゃんいた？ひなこちゃんもまだ全然、今チーム K が踊ってる映像、音は B だけど映像がひなこちゃんじゃなくてチーム K なの。見たい、見たいちょっと映像くれてる。ちょっと欲しいよ、ダメかな、ショールーム。ランキング読んで、とりあえず配信してる方のサマーズ見ますね。多分こっちの方がいいんだよね、多分ねじゃあ13位から見たいと思います。いってきます。13位かけやとマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。12位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位パープルアイトマークさくらたん神王子さん、ありがとうございます。10位香港の春馬アットマーク最高ツインテール京香王子さん、ありがとうございます。9位ニッシーさん、ありがとうございます。8位トシノリさん、ありがとうございます。7位マサムネさん、ありがとうございます。6位高雪さん、ありがとうございます。5位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。4位元気さん、ありがとうございます。3位スーさん、ありがとうございます。2位カズさん、ありがとうございます。そして1位がヒューガナツさん、ありがとうございます。ありがとうえ待って、衣装かわいい。チーム B、 アプリ落ちちゃったアプリ落ちちゃった多分携帯が限界だね、そろそろ。
とこっちの携帯に切り替えてみたいと思います。ありがとうございました。皆さんもぜひ最後まで単独の、コンサート一覧ライブで見てる方は、見てる方だよね多分、だってコンサート会場にいたら私の配信見てないから、ぜひ最後まで見てください。ぜひね、でもなんか可愛かったもん、オープニングから可愛かったから、もう絶対可愛いのでぜひ見てください。ちょっと配信見てきます。見るって言ったので、ここからひなこちゃんに見て少し送ろうありがとうございました。バイバイ。あとでじゃあツイッター更新しますね。神奈川の、画像とか載せるので、ぜひいいねとコメントしてください。お願いします。リツイートとかもお願いします。あとで載せるので、じゃあそろそろ終わります。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。バイバイ。